まあ、僕が東京で今学生団体のイートハッピーっていうところを一応運営してて、そこでは農業に興味のない学生に興味を持ってもらうために、どうやったら興味を持ってもらえるかっていうのを、まあ、イベントを通して興味を持ってもらう、まあ、手段としてはイベントなんですけど、その中でツアーを企画したいなって思ってるんですけど、それをどういうふうにしてるのかなっていうのを視察、まあ、こういう、なんだろうな、まあ、ある種それも農業ツアーとして今回企画されてたので、単純にトワっていうのはやっぱりすごいよく耳にすることが多くて、勇気って言えばやっぱトワってもすごい強い印象があって来たいなと思ってたのと、まあ、本当にタイミングがちょうどよかったっていう感じです。まあ、スタディーツアーが昨日までで終わって、で、まあ、僕だけちょっともうちょっと東亜にいたかったので残ったんですけど、やったことは、まあ、ご飯食べさせてもらっていろいろお話しすること、あと昨日花火大会があったんですよ東亜で、それでちょっと見に行ったりとかして、今日の朝にトマトの新芽摘みとか、あの、なんだろう、なんていうんだろうな、あの棒に沿わせるようにパッチンしたりとか、ちょっと農作業の手伝いをしました。生産者側として、まあ、例えばもう僕だったら消費者の意見聞く方が多いんですね、普通に生活する中では。やっぱ福島、それこそ福祉局だな、福島の食べないとかも聞いただけで食べない人もいるし、それこそ食べて多いんじゃないけど福島頑張ってるって人もやっぱいるんですよっていう意見を、まあ、僕は消費者はそういう意見を聞くけど、生産者側として消費者のその極端に嫌う人たちはどういう扱いをしてるか、それはなんだろう、どう説得してるかとか、そういうふうに聞いたんですよ。そしたら割とこう諦めてるじゃないけど割り切ってるっていうふうに言ってて、要はもうそこは多分何を示しても動かないから、それはそれでよくて、そうじゃなくてとりあえず毛嫌いしてる人たちはなんだろう、説得とか自分たちで働きかけて変わるかもしれないとは言ってたんですけど、だからもう食べないっていうのなんかね、多分その人たちはそれなりに先入観というかは自分たちでいろんな多分データだったりとかいろんな話を聞いた中で、福島のまま食べないっていう選択をしたんだったらそれはそれでいいんじゃないっていう多分考え方だと思うんですけど、ですよ。要は例えばなんだろうな、農業も結構無理やりでも連れてきた子たちとか実際体験したら、あ、農業って面白いねって言ってくれる子って結構いて、自分の好きなものと伝えたいことっていうのを一つ一緒にする掛け合わせて、新しい、なんて言えばいいかな、ハードルを下げてあげることが大事かなっていうふうには思うんですね。